いらっしゃい。こんにちは。どうしたの？私たちがいるのが不思議よ。騒がしくてごめんな。さっき俺たちでクエストを済ませたところなんだ。で、みんなで祝勝会ってわけよ。こらこら、反省会だったでしょ、一応。でも、クエストは大成功でしたし、反省も大切ですけど、息抜きも必要ですから。一理あるわね。次に活かせる情報はもう大体出し終えたと思うわ。私もシノンさんに賛成です。検討が必要なことは検討したと思います、パパ。そっか、ならもう祝勝会でいいんじゃないか。ほら、君も来いよ。ゆいちゃんもこっちにおいで。相変わらず仲いいわね。ま、私もお祝いには賛成だけどね、リファ。はい、そうですね。いやー、しかし GGO ってのは面白いな。銃ってのも使ってみるとなかなかのもんだぜ。そうね、注意深さが報われる、いい世界よ。アップデートしたばっかりでチャンスも多いしね。本当にこんな世界もあるんですね。私はサブマシンガンがお気に入りです。シリカちゃんそれ得意だもんね。リーファちゃんはどう？私ですか？さっきからちょっと上の空みたいだったから。そういえば最近リーファたまにぼーっとしてるわよね。もしかしてなんか悩み事？そんな悩み事なんかないです。ただちょっと最近飛んでないなって時々考えちゃって。そういえばそうですね、ALOではいつも飛んでいましたからね。そうなの、 GGO は好きだけど飛べないのだけは残念で。 ALOは妖精たちをアバターにする VRMMORPG なんだ。妖精だから羽があって飛行できる。特に大型アップデートで飛行時間の制限がなくなってからは自由に空が飛べたんだ。リーファちゃんは飛ぶのが好きでね、しかも上手だったの。速度もすごかったし、それに精密なのよね。空中でダンスまでできてたし。あら、いいアイディアね。 UFG なら対空時間も対空距離も長いし。確かに UFG を使ってると飛んでるみたいに見えるわね。いいじゃない。試す価値はありそうだな。いいの？羽と UFG 原理から違うから体感にも差が出そうね。どんな感じだったか後で教えてね。好転は急げです。早速やってみましょう。いっぱい空を味わってきてね、リーファちゃん。改めて見てみると GGO って高層建築がいっぱいあるんだよね。これならかなりの高さまで行けそう。よろしく。上がった。すごい加速。体が風を切っていくこの感覚、すっごく久しぶり。まだ上がれる？よーし、てっぺんまで行っちゃえ。ここが一番上だね。わー、やっぱり飛ぶっていいな。ありがとう。私ね、 ALO が大好きだったんだ。 ALO は妖精同士が覇権を争ってる世界でね、 GGO と同じで PK も推奨されてた。そこでは自分の力で空が飛べたの。私それに夢中になっちゃった。もっとうまく飛べるようにっていっぱい練習してね。スピードホリックなんて言われたこともあったっけ。 ALO の真っ暗な夜を月に向かって飛んでいると、体と一緒に心の中も軽くなっていくみたいで、あれは妖精の世界、 ALO の中だけの魔法みたいなものなんだって思ってた。でもね、今あなたと UFG で飛んで分かったの。
この世界の風だって私を解き放ってくれる。この赤い空はちゃんと私を包んでくれる。広くて高くて途方もなく遠い同じ空なんだって。それにしても高いところだよね。私 GGO でこんな高さまで来たの初めてかもって。ごめんね、なんだか急に恥ずかしくなっちゃった。久しぶりに空に出てちょっと舞い上がってたのかも、空だけに。私が滑って落っこちちゃわないうちに降りよっか。地上に到着っと。ありがとうね。やる気が出てきた。え？だって私も UFG 欲しいもん。あなたがゲットできたんだから私にだってできるはず。手に入ったら一緒に飛ぼうね。